お疲れ面オーブです。はい、ということで今週は僕たちがリスナーのみんなの先生になって登場します。今日水曜日は僕本田光介が皆さんの先生になって担当します。ありがとうございます。先生お願いします。はい、トイレ行っていいですか？あ、トイレは行ってきてください。優しいタイプの、はい、ということで今日のテーマは丸々しか勝たん。おお、いい。皆さん勝たんあります？勝たん勝たん、いやいや、ガタンゴトンみたいな。 あなたのあれでしょ。そうだよ。だから俺たちに振ってます。はい、そう、僕はね、あの最近僕のヒーローアカデミアにすごいハマってるんですよ。いいね、おもろいね。いいね、おもろい。もうめちゃめちゃ面白くて、うん、皆さんにもちょっと全員に紹介したい。もう本当リスナーの皆さんも全員見てもらいたいんですけども、まずもう友情、努力、勝利、はい、全部入ってるから。マジで本当に全部入って、もう見たらボロボロ泣けるし、泣けるんだ、勇気になるし、なんか人間として成長もできるっていう、そのなんか本当俺の人生のバイブルになってるなみたいな。本当にこんぐらい言っちゃっても過言ではないぐらいすごい今ハマってますね。本当ヒロアカしか勝たんっていう状況に陥ってます。はい、フィギュアも探してたもんね、この間。そうだね、映画もね、映画を見に行って、ね、はい、もう本当にもしよかったら皆さんも見てもらえたら嬉しいなと思っております。本田くん好きな推しキャラ、うん、ああもう全員好きなんだけど、緑谷くんとか、え、あ、はいはいはい、爆豪くんとか、とどろきくんとか、あ、みんな好きですね。ね、うん、赤城のね、あ、とどろきくんご存知？知ってます。じゃあどういう効果あると思う？炎と氷。全部知ってる。もちろん知ってます。もちろん知ってます。緑谷は緑谷。わかんない、木。ああ惜しいね。惜しい惜しい。パンチパンチ。パンチなんだ。とどりよ。いや、違うです。ドラゴンさん、違うアニメになっちゃう。ドラゴンボールも好きですかね。まあでも本当になんかこういうアニメとかこう通してなんか僕たちのその人生とかにすごい影響を与えるような作品だなとすごい思ったし、人間として本当にさっきも言いましたけど、人間として本当に成長できるすごい素晴らしい作品だったので、まあこれからもね、たくさんいろんなアニメとか見てなんか自分もね成長してオーブをジャンプっぽくしていきたいなと思います。おー、いいですね。大事ですから、その三原則は。はい、皆さんに感動を届けられるようにこれからも頑張りますので、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで、僕たちオーブが10月13日にアルバムをリリースします。ありがとうございます。はい、そう、それと同時にですね、同じ名前のチェイサーというツアーを発表させていただきました。カリメンさんが福岡ということで、福岡でもライブさせていただきます。日にちは12月5日KT ゼップ福岡さんで行います。はい、はい、とオンラインではゼップ横浜11月27日にもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。詳しくはオーブの公式ホームページをご覧ください。それでは最後に僕たちのファーストアルバムチェイサーからマイフローを聴いてください。それでは以上、オーブでした。お疲れめー。